はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私この間キャンプ行ってきたんですけど、なんか突然猛暑日に突入したらしくて、めちゃくちゃ暑かったです。で、一箇所に座ってたりテントの中とかだったらスポットクーラーで冷やすことできるんですけど、テントの設営や荷物の運搬の時ってどうしてもスポットクーラーじゃ冷やせないんですよね。そんな折、スポットクーラーを販売しているメーカーさんから、実は人体に直接装着して冷却するクーラーがあるよっていう情報をいただきましたので、実際に使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、冷却性能や騒音とかいろいろ測定してみたいと思います。で、今回測定してみる製品や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。あれ、これ冬は温めることもできるって書いてるな。で、今回測定してみるのがこれ、イーノシャ製ネッククーラー CR01 っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、冷房方式はペルチェ素子、クーラー温度は15度から25度、暖房温度は38度から42度、使用可能時間は弱なら4時間、中なら3時間、強なら 1.5 時間で、本体重量は 200g っていう風になってますね。これ冬には暖房として使えるっていうのは面白いですね。で、付属品を見ていくんですけども、はい、これサイズ調整用の部品ですね。どうやって使うのかは後で試してみたいと思います。そして USB-C の充電ケーブルで、最後に取扱説明書ですね。これ全て日本語で書かれているので、使うときに悩むことないと思います。では早速本体見ていくんですけども、この根元のところはバネみたいになっていて、手で簡単にグイッと開くことできます。これで開いて首に通して、その後このバネっけで首に押し当てるっていうような構造になってますね。で、側面を見てみると、大きな通風口と、あと電源ボタン、それからインジケーターの LED ですね。で、逆サイドも全く同じデザインになってます。で、フロント側を見てみると、はい、ここにも小さい通風口が開いてますね。で、裏面は特に何もなくてシンプルなデザインで、で、この上から見た左側に USB の充電端子があります。で、これさすが 200g っていうだけあって、めちゃくちゃ軽いですね。で、この内側の銀色の金属のプレートですかね、ここが冷えたり温まったりして人体に直接作用するような形になってますね。では早速電源入れてみましょう。電源はこのボタンを長押しですね。そうすると LED が1個光って、今これ弱で動いてるって感じですね。で、ボタンを押すたびに中、強っていう風に切り替わっていきます。で、電源オフするときはまたボタン長押しですね。で、電気が消えて電源オフになってるんですけど、冷却ファンだけは一定時間回り続けます。で、こいつ逆サイドにも同じようなボタンがあるんですけども、こっち側を長押しすると、はい、赤い LED が光って今暖房モードになりましたね。こちらもボタンを押すたびに中と強っていう風に切り替わります。あ、確かにプレートあったかくなってる。で、電源オフにするときはさっきと同じで電源ボタン長押しですね。次は装着部の調整ですね。一緒に入っていたこのシリコンの部品を使って当たる場所を調整します。ただいろいろ見た感じ、大人であれば男でも女でもこれつけなくても多分意外にフィットしますね。おそらくめちゃくちゃスレンダーなお姉さんや子供とかが使うときにこれつける感じですかね。こんな感じでグイって引っ張りながら通していけば、はい、これで装着完了ですね。ちなみに取説を見ますと、首周り29センチから38センチの人がこの部品をつけて装着で、38センチ以上45センチ以内っていう方は何もつけずに装着が可能って書いてますね。じゃあ次は果たしてこいつ何度まで冷やせるのかっていうのを実験してみたいと思います。
使うのはこの赤外線方式の非接触温度計で、今の温度はと言いますと、はい、31度、まあ大体室温と同じくらいですね。では電源をオンにして、一応1秒で冷えるって書いてるのでもう冷えてるはずなんですけども、あ、ちょっと冷たいですね。じゃあ温度は何度かと言いますと、はい、約 29.5 度。あれ、触った感覚と全然温度違うな。実際こんな温度じゃなくてもっとキンキンに冷えてるんですけども、あ、思い出した、こういうピカピカしたやつって放射温度計じゃ測定できないんだった。はい、というわけで放射温度計の代わりに使うのがこれ、熱伝追式の温度計ですね。で、熱伝追式の温度計は普通の温度計よりもレスポンスが良くて、4箇所リアルタイムに温度を見ることができます。ではこれを本体に取り付けていきます。はい、取り付け完了するとこんな感じで、1番が冷却プレート、2番が通風口で、3番が筐体の内側のプラスチック部ですね。それから4番は何もないところ、気温、これらの温度を同時に測定します。では最初にこいつ単体の冷却側の能力を測定してみたいと思います。はい、では電源をオンにして、あ、温度計の数値が動き始めましたね。ちょっと温度を感知する熱伝追に熱が伝わるのに少しタイムラグがあるので、表面自体はもう冷たくなってるんですけども、ちょっと遅れて温度が下がってってる感じですね。で、1番の冷却プレート、最初29度だったんですけども、はい、どんどん順調に下がってってますね。ではちょっと時間を置いて見てみましょう。はい、だいたい1分ぐらい経って温度安定したんですけども、1番の冷却プレートの温度が最初29度が24度まで下がったので、5度分冷却できたって感じですね。そして2、3、4のところはほとんど変化ないですね。で、今弱運転だったので次は中に設定してやっています。はい、しばらく時間経過してどうなったかと言いますと、冷却プレートが 20.3 度になっているので、スタート時から 8.7 度下がってるって感じですね。では次は強に設定して運転してみたいと思います。はい、時間しばらく経過したんですけども、冷却プレートのところが 19.2 度っていうことで、最初から 9.8 度ぐらい下がったって感じですかね。で、全部の結果をまとめてみるとこんな感じ。電源オフの時が29度でスタートで、弱運転で24度になったのでマイナス5度くらい冷却で、中運転で 20.6 度になったので最初からマイナス 8.4 度冷却で、強運転の時に 19.2 度になったので最初からマイナス 9.8 度の冷却っていう風になってますね。ちょっとスペックの15度に届いてない感じですけど、ちょっと熱伝追テープでつけてるだけなので熱伝達率が悪化して少し違う温度が出てる気もしますね。じゃあ次はこいつ単体の暖房能力を測定してみたいと思います。はい、では電源をオンにして、まずは弱運転からですね。あ、温度計の数値が動き始めましたね。ではこのまま時間を置いて見てみましょう。はい、時間経過したんですけども、1番の暖房プレートが 29.7 度、開始時が 27.8 度だったのでだいたい2度上がってる感じですね。では次は中に切り替えて見ていきます。
はい、時間経ちましたけども、1番の暖房プレートが 32.2 度、最初が 27.8 度だったので 5.6 度上昇してるって感じですね。では次は今日にして運転してみます。はい、時間が経って暖房プレートが34度で、スタート時が 27.8 度だったので 6.2 度暖房できたってことになってますね。で、結果をまとめますと、電源オフの時が 27.8 度で、弱運転にすると 29.7 度になってプラス 1.9 度で、中運転で 32.2 度になってプラス 5.6 度で、強運転で34度になって 6.2 度って感じですね。ただこれ触ってみるともっと暑い感じがするんですよね。あ、思い出した、放射温度計でピカピカしたものを測るとき、こんな感じでテープを貼って測るとぼちぼちうまく測定することができます。ではこの状態で暖房強の温度を測ってみると、はい、約39度、はい、だいぶスペックの42度に近くなりましたね。では同じように冷房の強運転も測ってみますと、はい、17.8 度、若干スペックには届いてないですけども、肌につけると全然冷たい温度ですね。じゃあ数字だけ見ててもちょっと分かりにくいんでですね、サーモグラフィーで温度の分布と温度変化の様子を直に見てみたいと思います。じゃあまずは金属のプレートが見える E 位置にセッティングします。はい、ではセッティングできたので電源をオンにしますと、お、さすが1秒っていうだけあってもう色が変わってきましたね。おお、早い早い、どん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 周りの色が変わってきて、うん、もう完全にプレートのとこだけ青になりましたね。ではちょっとモードを切り替えて全体を見ていくんですけども、プレートの部分は言うまでもなく温度が下がって青くなっていて、その他の部分はどうなってるのかと言いますと、うん、このプラスチックの筐体の部分はほとんど温度変化ないみたいですね。で、側面の通風口なんですけども、ここもほとんど温度変化ないですね。あ、よく見てみますと中心のところが赤くなっていますが、これはファン自身が回転するときに発生する熱ですかね。そしてフロント側を見てみますと、はい、あ、フロント側の通風口、これめちゃくちゃ赤くなってますね。あ、なるほど、このフロントの穴から排熱してるんですね。まあ、赤くなってるのですごい熱そうに見えますけども、温度としてはだいたい30度くらいなので体温よりは低い風が出てるって感じですかね。で、ここから出ているちょっと暖かい風なんですけども、つけてみると直接体には当たらなかったですね。うん、やっぱりサーモグラフィーで可視化するとどこがどういう風になってるのかって非常に分かりやすいですね。はい、じゃあ次は騒音測定やってみたいと思います。で、測定に使うのはこれ、デジタル騒音計ですね。まず最初はファンにぴったり押し付けた時の騒音なんですけども、はい、約 70dB。 ただこれファンに耳をくっつけて使う人なんて全くいないので、この騒音レベルは全く当てにならないですね。というわけで装着した時の耳の位置ぐらいの距離ですね、この距離で測定していますと、はい、おおよそ 48dB。 騒音レベルとしましては閑静な住宅街や図書館内っていう感じですね。ちなみに弱に切り替えて測定してみたんですけども、ここの冷却ファンの回転数は弱でも強でも変わらないみたいですね。まあ数値的には小さい感じなんですけど、やっぱり連続的なファンの音はしますので、満員電車とか公共の交通機関で使ってるとちょっと気になる感じですかね。ちなみに何もしていない時のこの部屋の暗騒音は約 40dB です。
で、この製品とは全く関係ないんですけど、実は私十数年前にほぼ同じようなものを作ってます。確か当時真夏のバーベキューが耐えられなくて、家のジャンクボックスから部品をかき集めて作った記憶があります。で、こいつはモバイルバッテリーを接続して使う仕様にしてるんですけど、接続すると、はい、 17.2 度ということでちゃんと冷えるようになってます。ただ当時はネッククーラーやネックファンっていうのが全然一般的じゃなかったので、これ装着してるとめちゃくちゃ変な目で見られましたね。ちなみにアウトドア以外でもインフルエンザで高熱が出た時におでこに装着して冷却するのにも役立ちました。はい、じゃあ次は実際に体に装着してどのくらい温度が変わるのかって実験してみたいと思います。まずは装着する前の首元の温度なんですけども、だいたい32度くらい。ではこの状態でマックスパワー運転したネッククーラーを首に装着します。ではこの状態で5分ほど放置します。ではネッククーラーつけてたとこどうなったかと言いますと、はい、おお、もう一目瞭然、つけてたとこだけ真っ青になってますね。ちなみにこの青い部分 24.4 度です。で、装着前の画像と比べるとこんな感じ。装着後の方が緑やブルーの範囲が広くなっていて、全体的な温度もちょっと下がってる感じですね。で、サーモグラフィーは体の表面の温度しか測定できないので部分的にしか冷えてないように見えますけども、実際には頸動脈の部分を冷やしてますので、ここで冷やされた血液が全身に巡っていくので、体の内部からの冷却効果はそれなりにあると思われます。はい、というわけでいろいろ測定してみたんですけども、こいつちゃんと効果ありますね。やっぱりアウトドアやエアコンがつけれない部屋で作業するときは、何も対策しないと熱中症になっちゃう可能性が高くなっちゃうので、こういう機器を使って対策するのは結構有効かと思われます。あと個人的には仕事や勉強に集中して頭をすっきりさせたい時とか、某ワクチンの副反応で高熱が出た時なんかにも利用できるかなと思います。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。